帯島とタッピ漁港こうに駅前外ヶ浜町は、青森県北部、津軽半島の北東部に位置する町。2005年3月28日に、カニタ町、平立村、民間ま村が合併して、外ヶ浜町となった。町域は、旧カニタ町、旧平立村の部分と、旧民間ま村の部分に二分されており、今別町を挟んで飛び地となっている。前者は、 道の区湾の入り口にあたる平立海峡に面しており、校舎は津軽海峡北端部を占めており、津軽海峡に面する。大技、障子の詳細な表記は、品吉なら、外ヶ浜町カニタ小国品吉、鎌の沢なら、外ヶ浜町平立今津鎌の沢、品に屋なら、外ヶ浜町宇鉄品に屋となる。カニ平立今津地区と野田地区に分かれる民間や、 平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると12.57%減の6198人であり増減率は県下40市町村中36位平田鉄所中学校以下は廃校小学校以下は廃校漁業直営郵便局関郵便局蟹田駅六湾フェリー道の駅民間や 青函トンネル記念館階段国道2013年の観光入り込み客数は463,347人で、青森県内では16位である。最も観光入り込み客数が多いのは、階段国道の184,875人で、以下、脱皮先展望所、両費レストハウスと続く。ありがとうございます。